ビッサリオン・グリゴーリエヴィッチ・ベリンスキーは、ロシアの文芸批評家。現フィンランドのスベア・ボルクに、大役海軍愚に残として生まれる。国費給付される学生として、モスクワ大学に在学中、濃度性を攻撃した戯曲、ドミトリー・カリーニン1831年を書いて、能力が薄弱で不熱心という名目で奉公される。文学的空想1834年によって、 批評活動をはじめ、スタイ・ケービチ、ゲルチェン、バクーニーなどと進行を結んだ。1839年から雑誌、祖国の記録を中心に、いろいろな雑誌に、論文、辞表、書評を書き続け、1846年に祖国の記録を辞し、ネクラー・ソフなどの雑誌、同時大臣に参加した。廃管が悪化したため、1847年にドイツに転地し、 最後の論文、1847年のロシア文学の外観を口実した後間もなく、サンクトペテルブルクで没する。ロシア文学において、ベリンスキーは、チェルヌイシェフスキー・ドブロリューボフにより、継承発展させられ、ロシアマルクス主義の社会主義リアリズムへと連なる文学観、芸術観の伝統を創設した人である。彼は、純粋芸術を否定し、 芸術は特殊な社会関係を背景とすると考え、この見地から18世紀以来のロシア作家、詩人を評価した。最初の国民詩人として、プーシキンの意義を確定し、それを継いだレールモントフを高く評価し、現実生活の詩人として、ゴーゴリを、またはゴンチャロフやコリツオフ、ツルゲーネフ、ドストエフスキーを発見し、熱烈に紹介した。 批評家としてノベリンスキーは、ヘーゲル哲学の影響を受けた、ドイツロマン派の弟子として、死はそれを超える目的を持たない。それ自体が目的であるといい、芸術の機能に関する、教訓的、功理主義的見解を取らなかった。偉大な古典作品は、それが自立して、自発的に生み出されたものならば、世界そのものの真の諸関係を表し、その読者の道徳、 政治への見方を変化させることによって、あらゆる諸問題を解決するであろう、と考えていた。政治的な著作を書かなかったが、ベリンスキーは、先生とドグマ、同調主義に対して、生涯をかけて戦った。ゴーゴリが、自らの使命に反してロシア政教、濃度性を擁護したことを責めた、ベリンスキー晩年の、ゴーゴリへの手紙は、彼の情熱、真剣さ、 不正への怒りが入り混じった文体の代表であろう。この志の高さと温調が1860年代のロシア左翼の著述家たちに長く続く影響を残し、プレハーノフやレーニンなどの社会主義者にロシア革命の先抜としてゲレツェンと並ぶ地位を与えられた。ロシアのレッシングという評価は当たっていなくもない。ありがとうございます。